そういえば、今、しれっとじゃあ快速三重で乗ってきましょうって言いましたけど、あれだったんですね。五十鈴ヶ丘って、一応、快速三重止まる、一部止まるって感じみたいですね。こう、さっきから先はね、一部停車なのかな、これ。そうですね。この星、ダイヤ印のは、一部停車らしいです。で、宇治山田商業が避難口らしいですね。おお。ほう。こっから鳥羽まで240円。まあね、そんなもんですよね。四日市から1510円ですからね。ここの往復しただけでもね、もう全然元取れますからね。おお。ね、普段でしたら名古屋から、そう、ちなみにね、これですからね、6月からね、多分名古屋の方がもうね、どうだ、県外から来れるようになるのかな、わかりませんけど、なったらね、始発で乗ってきたらね、今回みたいなね、プランできますからね、伊勢奥津にあの時間に着くことできますからね、ぜひね、ご参考にしていただければと思いますよと。ここから切り流しも行って帰ってきても十分元取れるんですね。終電21時51分。こっちで言ったら22時57分。でもこれで滝じゃもう多分四日市には帰れないでしょうからね。ギリギリこれか。ギリギリ多分こいつですね。まあ、19時半のこれが一番早く無難につけますけどね。圧倒的に多分この差は大きいと思います。それぐらい話すことって。もう、まだ来ねえか。思いっきり逆光ですけど、来ましたね。医療変更ですかね。扉閉めます。お待ちください。とりあえずトロまで行きましょう。よいしょ。考えてみたら、無人駅でね、改札も、ね、通過券みたいなのも出ませんけど、ね、これも別に、切符っていうか、整理券ね、出ないですね。そうですよね。快速面にはそういう機能はありませんからね。次は三の裏です。まあ音取れないかもしれませんけど、まあね、車内貸し切り状態ですね。さあ、無事蕎麦駅に着きます。このまま快速面になるんですけど、これ、もうすぐ出んのかな？何分発？ 17 時30分。結構すぐ出んのか？5分で出るんだ。しまった。じゃあちょっと自販機まで帰りに行く余裕ないかな。じゃあこれ0番セットでもうね、前回も撮りましたけどね、はい、ターミナルってことね。はい、ターミナル、いい感じだ。5分早いな。よし、ね、こっち側にもありますね。ターミナルってことね。はい、ターミナルってことね。しまったな。この辺りにね、自販機があればよかったんですけど、ないよな。どっかに自販機があれば、パッて買ってくんやけど、ないんだよな、確かここ。と、あっちのね、コンコースの方まで行きゃあるはずなんですけどね、ないな、ないね。よし、諦めよう。はい、残念、ないな。よし。これ乗りそびれると
だいぶと帰るのに時間かかっちゃいますからね。ダウン。乗りましょう。ここは潔く乗りましょう。2号車、後ろが1号車です。後ろの1号車の後寄りの座席番号の1番から6番、指定席となります。自由席1号車、前より7番から前と前の車両2号車をご利用ください。こっちにしようかな。よいしょ。まあ、近鉄特急いっぱい止まってます。近鉄だったら、ね、そこまでね。列車はあと3分ほどで発車をいたします。ご乗車となってお待ちください。JR 線の快速名24号名古屋行きです。JR 線の列車ですが、途中の津から四日市の間は JR 線とは別の鉄道線を走行していきます。ジャパンレールパスやグルメレールパスにはいる鉄道線分の乗車券まで乗りの線別の線が必要となりますので、あらかじめご承知ください。すごい一覧になるんですけど、最速名の足元で広くなってるんで、足元も先にいいですよね。さてね、まあ、無事四日市まで戻ってきましたけどね。さあ、完全爆走してましたけどね。いや危ない、乗り過ごすところでした。まあ別に乗り過ごしじゃないんですけどね、あの切符なんで別にあそこまで行っても問題もないんですけどね。あ、DT51、 あのこいつ残ってたんですね。もうすっかり姿を見ることも減っちゃいましたけどね。そういえばなんか、ミクさんがこんなコラボレーションやってたんですね。